どうも、かなこです。はい、ということでね、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけど、チャンネル名が変わりました。いきなり僕の動画がまあ出てきてね、これタイトル変わっててなんだと思ってね、でも押してくれた方ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。まあ、なんで変えたかっていうと、1年半前に僕は YouTube 始めまして、その時はまあ パチンコの旅打ちをしてる様子をね、伝えようと思って、まずかなこチャンネルというチャンネル名にしました。はい、で半年ぐらいして西村さんが合流して、まあ、西村さんも合流して一緒にやってるのに、かなこチャンネルはっていう名前をおかしいだろうと、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、パチンコだけはやらないと、ちょっとバラエティ路線でね、やっていきたいなと思ってね、したんですけど、その後また別々でやっていこうと、という風になったので、まあ、途中でね、もしかしてゲストを呼ぶかもしれないですけど、で、まあ、僕は全くのオリジナルっていうかね、はい、もう唯一無二にしようと思いまして、はい、カラコのパチンコ大学と、そういうチャンネル名にしました。もうオリジナルっぽくね、もう全力でやっていきたいなと、そういう風に思っています。はい、では行きましょう。エクストリームパチンコ講座、パチプロは何の勉強してるのか。はい、どうもよろしくお願いします。楽しい、勉強楽しい。はい、ということでね、はい、やっていくんですけど、ちょっとうろ覚えでした。はい、すいません。今日のテーマ、いきます。パチプロは何の勉強しているのか。あのね、これやろうと思ったのが、まあ、もともとね、僕たちは、動画で、パチンコの演出動画を結構上げてたんですよ。はい、まあ、寝台出たら、寝台を取りに行って、あ、当たった、こういうの、あ、当たるのかな、あ、外れた、とか、そういう、まあ、演出の動画を結構出してたんですよね。で、それ出してて、よく、まあ、コメントとかで、これはこうですよ。これはもう大当たり確定してますよ。あなたたち本当パチンコで勝ってるんですか？全然知らないじゃないですか？みたいなね。コメントをよくね、いただいてるわけですよ。はい。特になんかシンフォギアとかね、打ってると、シンフォギアファンの人が全然何も知らないですね、みたいなことを言われるんですよ。まあそうですね。まあ確かに僕はパチンコ好きですけど、演出にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですよ。僕より演出詳しい人はたくさんいるでしょう。で、雑誌とかも買うと大半のページが演出のこと書いてますよ。で、まあ、僕もね、パチンコ好きなんでいろんな動画を見るんですよ。ジャンジャンさんとかね、そういうの見るんですけど、もう間違いなく僕より詳しいですよ。ジャンジャンさんの方が演出面ね。でもじゃあ、パチンコの勝っていくスキル、技術、知識はどっちの方が上なのかって言ったら間違いなく僕の方が上ですよ。だから、パチンコの演出はそこまで重要じゃないんですよ。結論に言うと。よろしいですかね。はい。なんか全く重要ではないというわけじゃないんですよ。例えば、海物語で、なんか違和感演出、こういうの知ってたら早めに大当たり察知できますよとか、そういうのはありますけど、もうそこの演出面を全力で覚えることは、パチンコで勝っていく上では、そんな重要じゃないです。アームレスリングで優勝したいなと、大会で優勝したいなと思ってる人が、もう一生懸命スクワットの練習ばっかりしてるようなもんですよ。はい。まあ、スクワットがもしかしたら大事なのかもしれないですけど、どちらかというと上半身、腕を鍛えなきゃいけないですよね。アームレスリングを優勝したい人は。はい。だからね、ほぼ無駄な努力なんですよ。よろしいでしょうか。なので、こういうテーマで今日はお話していきたいと思います。さあ、行きましょう。ということで、何の勉強してるか、パチプロは。皆さん何だと思いますか？と言いつつも答え書いてあります、全部。はい、順番に解説していきますね。はい、よろしくお願いします。はい、5個ですね。まあ、5個あるかなと思いました。まあ、勉強しているものと、まあ、身につけているもの。身につけているものっていうのは、例えば、まあ、今、さっきまでね、動画あげましたよ。今まで動画あげました。ひねり打ちとか、止め打ちとか、いろいろありますけど、身につけているものとは別に、まあ、普段勉強しているもの。それを今日はお伝えしたいと思います。はい。じゃあ、上からいきます。はい。まず、潜伏確変機種ね。まあ、そもそも潜伏確変機種は何かっていうのをまずね、知っとく、勉強してますね。まあ、勉強してる意識じゃないですけどね。楽しいから。まあ、これはちょっとね、最近減ってるんで、そこまでもうね、重要度は低くなってます。低いです。昔は高かったですけど、今は低いですね。まあ、ただ一応言うと、まあ、ランプですね。ランプ。2ラウンド引いて、どこ見たらいいのかとか、そういうランプを把握してきます。で、朝かクランプの場所はここなのかと。はい、そういうのを把握してきます。はい、まあ、潜伏確変機種、どういう機種があるのかでね、そういうのね、をまず勉強してますね。はい、二つ目。右打ちランプ機種ね。右打ちランプ機種で、どうやって表示されているのかと。まあ、これは僕の動画でもお伝えしてますよ。エヴァのね、今のやつは言うたようですけど、その前のエヴァ、使徒神聖だったら、まあ、画面いっぱいに出るとか、まあ、そもそもどういう台があるのかとか、はい、そういう勉強をしています。で、三つ目はやっぱりこれが、今の勉強を皆さん、プロとかしてるシーンじゃないでしょうかね。U タイム機種ですね。U タイム機種。まあ、どういう勉強をしているかと、U タイム機種で。まあ、そもそもこれも、当然、これは U タイム機種なのかと、
あ、店に言ったら言うてるって書いてないよね。お店もあるんですよね。はい、だからもうすぐ分かるように勉強してきます。まあ何回転で突入するのかと、まあ大体頭に入れてますよ。機種全部じゃないんですけど、何回転突入するのかとか、回転数をねそのままデータ見ればそのまま分かるのかとか、モモキンとかそのまま見れば分かるんですよ。ガロだったら、角辺だったらそこは引いたりとか、でも時短だったらそこの回転数加えていいとか、まあ、機種ごとによるんでね。エールカーとかもそうですよね。まあ、2年以上してたらもう角辺なんで100回転以上か、130回転だったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、の角辺の回転数は省くとか、はい、で時短だったらそのままもう加えていいとか、まあ単発だったらね、まあ 1% の角辺もありますけどね、まあ 1% はほぼないっていうことでしといて、はい、そういうまあ回転数をそのままデータ見ればいいのかとか、はい、そういう勉強してます。はい、勉強してますと言いつつ今 LA 化がスラッと言えませんでしたけどね。まあ今これ言いましたね、これも言いました、同じですね。で、あと U タイムは朝一ランプね、朝一ランプっていうのを言ってたらしいと、朝一で、まあ、ランプを見れば、これはラムクリしてるのかとか、ラムクリしてないで、酔いで打てるのかとか、はい、そういうのがわかりますね。エウレカも左下のね、あの図柄見ればわかるんですね。3、3、1ってなったらもうラムクリしてるんですよ。そういうのを勉強してます。4つ目、技術介入が効くのかっていう勉強してます。まあ、技術介入とちょっと関係ないですけど、ボーダーね。大体この台のボーダーはいくつぐらいなのかと、北斗もそうだったら大体 16.5 ですよ。でもまあ弾が増えたら、まあ10、あのどんくらい増えたら16になるのかなとか、まあ大体の台はまあ把握してますね。で、あとはひねり打ちが効く機種なのか、ひねり打ちが効く機種だったら積極的に狙いに行きたいし、まあ、同じように電鎖砲の止め打ちが効く機種だったら積極的に狙っていきたいしと、はい、そういうことです。で、それ以外の技術介入があるのかとか、はい、例えばまああのシンフォギア2でね、通常時小当たりが来たら右に打てば弾が獲得できるわけですよ。そういう技術介入があるのかとか、はい、いうところですね。で、まあ、さらにまあね、もしかしたら探求熱心な方はね、あの東証ハデンのすごい技とか、ずっとレンジャー続くねやつとか、そういう研究をしてる方もいるかもしれないですね。まあまあ、それは滅多に出てこないことなんでね、早急にファクナー2みたいなね、はい、そうですね。はい、5つ目で、あとは自分のエリアの店状況の勉強をしてます。これどういうことかというと、まあ、そのお店がいつ釘の開け閉めをするのかと、はい、そういうところですね。あとは U タイムをラムクリするのかとか、酔いで打てるのかとか、僕が今ねいる福岡も、まあ、お店によって違うんですよ。なのでそこを、まあ、把握しておきますね。はい、であとは、まあ、止め打ちがうるさいお店なのかと、まあこれもね、いろんな人からまあ勉強というか聞けるんですよね、環境を作っておけば。はい、だからいろんな人の主義みたいとかして、止め打ちがうるさいのかとか、そういうのも把握しておきます。あとはまあ別にハウスルールですね。例えばその店はまあ交換率いくらだとか、ちょっとまあサイプレーは何個までできるのかとか、まあそういうまあハウスルールとかの勉強してます。はい、もう以上でございます。ということでね、今日の動画いいなと思った方はチャンネル登録とグッドを押していただけたら嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。